本日も、3月12日の司法試験ゼミを開始いたします。始まってますね。大丈夫ですね。大丈夫だと思いますので、少しずつ始めていきたいと思います。今回は平成21年の刑事刑1問の、刑法ですね。なんというか問題の作りからしてかなりややこしくて、どういう立場でいったらいいのかなと迷う問題で、おそらく、多くの人の問題を解いてみた人の共通認識として難しいと感じたんではないかなと思います。そのあたりの難しさも含めて、見ていければなと思いますんで、まずは問題の概要から、入りたいと思います。それでは問題の概要は、今日は出てくるのはコウさんとオツさんの2人ですね。でどっちも、貸金業を営む A に雇われている人で、コウの方が上司ですね。かなりもう、事実上トップみたいな、その裏にトップの A がいるんですけども、実務的には全部任されているみたいな人で、オツはその部下ですね。そうですね。で貸付をして、どのこうのとかいうね、貸金業、その貸金業が闇金なのか何なのかとかは、ともかく置いといて、それでそのコウさんはもうその A、 実質的な経営者である A の、届出印とかキャッシュカードとか通帳とかね、そんなの全部もう預け受けられといて、暗証番号ももう知らされてて、もう日頃の業務をそれで行ってましたということですね。現金を貸し付けることもありましたと。そういったもう経理全般とかの作業をしてましたね。帳簿の記載とかもやってましたね。で A はこれが実質的な経営者なんですけども、その店に来てもそんなにもうこうに任せといて、ちょちょっとこう照らし合わせるぐらいで、帳簿と通帳に目を通すぐらいで、もう領収書ときちっと厳密に付き合わせるとかいうことはしていませんでしたと、そんな話です。それでオツは、営業担当で、かなり下っ端って感じで、暗証番号とかも知りませんでしたという人です。で事実の2で、コウはちょっとお金に困ってたので、架空の帳簿をつけといたら A の口座から引き出せるんちゃうかなと思って200万円を引き出そうとしたと。でそれを自分のところにさすがに振り込むとまずいんで、自分が代表者で、キャッシュカードも保管している B 社名義の口座に振り込んどいたら、なんか取引の一環かなと思ってバレへんかなということでやったってわけですね。そうですね。でもただ経理担当の人がいたら、何やこの B 社とか思われるのがまずいから、ちょうど経理がいない時に、その普段経理のことをしてないようなオツにやらせようとしたわけですね。そうですね。それで金庫を開けて、その通帳を出して、そのオツに今日は経理担当者がいないから行ってきて、ここの B 社200万振り込んでくれというふうに単に作業させたということですね。でここでこのまま行けば話はだいぶ単純だったんですが、実はこのオツはこの B 社っていうのが、あの上司のコウが実質経営している会社だっていうのも知ってて、これは怪しいなと、そうかと、これは多分200万を自分の懐に入れようと、で架空の帳簿でも上げようとしてるんだなってことにオツが気づいたということですね。ここが大ポイントですね。ただとりあえず指示に従ってはいと言って外に出たところで、いやでもこいその上司の子が200万引き出そうとして、俺も金困ってんねんから、俺もそんならもうこの際金引き出したれってことで、120万の借金返済があったから、まずは120万現金で引き落として、それで自分の借金に返そうと、あと80万はもう指示通り入れとこう、あの B の会社、コウの会社の B 社に入れとこうということにやりましたと。その通り事実やったわけですね。事実やって、それで帰ってきたら80万しか振り込まれてへんし、なんか120万出されてるし、どういうことやと、こうはオツに問い詰めると、オツはもうその不正を見抜いてたってことを言って、なんで俺もそれぐらいしていいやろっていうふうにしたと。でただね、こうとオツと、どっちもこれでね、その A にバレたらやばいんで、もうこうはどんな目に遭わされるかわからんということで、なんとかしたるっていうふうにこう言ったわけですね。120万円分もなんとかしたると。ここまでが大きな前半ですね。で後半の方は、だから120万は現金やから、その架空帳簿でどうにもならへんからどうしようかなってことで、そっか、強盗にあったことに見せかけようというふうに、またちょっと大それたことを考えちゃうわけですね。でコウとオツは、それでオツがその強盗に襲われたという設定で、ガムテープとかに縛られて、でそこで警察呼ぼうというような、自作自演みたいなことをするわけですね。知人も巻き込んでますけど、知人はとりあえずあんまり関係ないんで置いといて、それで実際そういうふうに、あのコウがオツのガム、
ガムテープで縛って、そのトランクに、車のトランクに閉じ込めて、うんぬんかんぬんとかいうことをして、ちょうどて、あの頃は読み計らって、甲が警察に電話かけて、なんか強盗に、ああ、強盗にあったようですじゃないわ、なんか怪しい音がするので、車を調べてくださいって言ったら、車から、のトランクから閉じ込められたオツとか見つかって、そのオツは強盗に襲われて100日前に取られたんですという虚偽の説明をしましたと。ここまでの問題で、どうも、こんにちは。よろしくお願いします。どなたかね、知り合いなのか、まあ知り合いでもなくても何でもいいんですけども、よろしくお願いします。よし。で、概要は終わって、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、自分でやってて何をやってるんかって感じなんでね、なかなか実力もまだまだ伴ってないところですが、どうぞよろしくお願いいたします。はい。そんで、本題に戻りますと、何やったかな？一読したときは、へえとか、なんかちょっと 面白くしたら悪いかな。まあ、読んだんですけども、いざ書こうとすると、その、甲と乙の共犯の部分、特に最初の200万円のことに関しての共犯の部分が非常に難しくて、ここが大きな難関になってるんですが、まあ、そこの難関に差し掛かる前に、あれですね、まず順々に詰めていこうかなと話ですね。まず前半はこの A の200万円について何罪が成立するのかって話で、まあ、いつもの定番のネタとしては、なんかどっかの過去問で、どっかっていうか、この司法試験の過去問しかないんやけど、違う年度で横領か背任かってテーマはすでに新しい年度ですけどね、やったことがあるので、その時にきちっと勉強したんで、まずその横領か背任かっていうのは、その背任の方が、刑罰が重いんで、はい、嘘嘘、横領の方が刑罰が重いんで、その横領の方を先に検討して、横領が成立しなかったら背任の方を検討するって順序に進むのがスムーズかなっていうことで、まずそれを、まあ、一言触れとくと。まあ、今回ね、そこを大展開したらダメだっていうふうに、採点実感とお叱りがあるんですけども、まあ、まず一言は触れとく必要があるから、まず横領から行くんちゃうかなって気がしますね。やっぱ横領か背任の匂いがプンプンするんでね、まあ、その業務でね、まあ、業務はともかくとして、こう任されてたことを、その任した人の意に反するような形で、その財産を不法に領得したって話ですからね。で、そしたらまずその横領の話からすると、で、これは業務上横領もあって、業務上横領かなという気はものすごくするので、業務上かどうかということも、検討しながらいきますと、まずその業務上横領っていうのが、業務上事故の横領、あ、じゃ業務上事故の占有する他人のものを横領したものっていうのが構成要件になってるんで、それに当てはまるかどうかっていうのを検討したらいいわけですね。で、業務上っていうのが、社会生活に基づき反復継続して行うもの的ないつもの、定義ですんで、まあ、その貸金業で、その、甲については文句なく業務性を認められるでしょうね。そんで、その経理全般とか、日頃から顧客に金銭を振り込むとか、そういうことは業務をしてたと。で、その金庫に預かってて、自分で出し入れとかしてたんで、それも業務の上で、業務上っていうのは言えると。で、自己の占有する他人のものと。なんで、業務上で、その、他人である雇い主 A さんの通帳とかキャッシュカードとかを、占有してたと。ここまでは問題ないんですよね。で、次に、一つ、小テーマが、小テーマっていうか、割と中テーマぐらいですかね、大きいテーマが出てきて、直接物理的に占有しているのは、預金通帳とかキャッシュカードだけども、でも預金通帳とキャッシュカードをパクったとか言っても何も面白くないっていうか、その、まあ、そこが本題ではないので、この年の問題の本質は200万円をどうしたかっていうのが問題なんで、その預金通帳とかキャッシュカードの占有と、その200万円との関係をどう見るかと。で、これも問題はあるんでしょうけども、一番筋的に綺麗というか、すんなりいけるのは、もうその預金通帳とキャッシュカードを占有してて、暗証番号も知ってると。そういう時ならもう普通に銀行から、堂々とね、預金を引き出すことができると。まあ、銀行からというか ATM からかな、まあ知らんけども。で、銀行員も預かってたしね。で、実際業務として、甲は日頃からそういうことしてたわけですからね。だからこれはもう、その、もうそうした諸々の通帳とかカード類とかのセットとか暗証番号とか全部ひっくるめて考えると、預金への A の口座に入っている預金という金銭を占有してたと。まあ、それ、そう言っていいと。でも、これは絶対言っとかなあかん話なんで、その、金銭、預金、A の預金の金銭を、占有してたと言えると。これがまず大事な、中テーマぐらいですね。言っとくと。で、今回、私自分で手書きと書いたときには、難しい問題の割には、善戦できてかなと気は、なんとなく
してます。あ、でもそれがお前全然ダメだぜとかいうのがあったら、突っ込みたい関係なんで、またよろしくです。ここまでは自力で書けたんですよ。そんで、ちょっと何やったかな。あ、横領したものか。で、横領したものっていうのがちょっと、不法領得とかいう言葉を使えればよかったけど、それがあんまうまく出なかったけど、まあ、横領したものってことに関しては、とりあえず、いや、問題になりうるんや。結構問題になりうるんで、その何が問題になるかというと、まず、こうが直接自分の口座に入れたら、まあ、それは問題ないんだけども、 B 社というちょっと別人格、法人だとすれば別人格ですよね。別人格に入れたけども、まあ、それも実質 B と同視していいと、 B が代表させてもうキャッシュカードとかも管理してるんで、まあ、それも問題なかろうと。で、問題はそのオツが引き出した方の120万円の方、これについて不法領得したというふうに責任問うかどうかっていうのが、これも結構一つの、大きなテーマで、どう考えようかなと迷ったんですけども、手書きの時はちょっとそれを責任問うのはちょっとおかしいんちゃうんと思って、そこは責任を問えないというふうに書いてしまったんですけども、そうするといろいろな整合性がまずい感じがしたので、そうかと、構成要件内での結果の錯誤という話ですね。A さんを殺そうとしたけども、間違って B さんを殺してしまった時に、その殺人罪が成立するかというお約束のテーマですよね。で、その判例では、その構成要件内で、重なり合ってる部分に関しては、その結果の錯誤、あ、客体の錯誤とか、今の例なら、その客体の錯誤があろうと、殺人罪、今の例だと殺人罪が成立すると。まあ、その話を応用すれば、今回もその不法領得で、本当は B 社の口座に入れようとしたけども、現金で、オッズが引き出しよったと。まあ、確かにその客体の錯誤はあるけども、不法領得という意味では、構成要件内、同一構成要件内なので、それも成立すると。ちょっとここが怪しいかもしれないんですけど、その理屈付けで、オッズについて、ちょっとごめん、コーについては、その80万円分はもちろん、残りの120万円分についても不法領得したと、つまり横領したと、言っていいんじゃなかろうかというふうにもう責めちゃいました。多分ここは別解釈もあり得ると思うんですけども、考え直した結果、こう書くのが一番スムーズかなということで、横領したと、ものと言えると。で、これで構成要件全部満たしたんで、こうについては、業務上横領罪が成立しますと、まあ、まず言っちゃったわけですね。ただ、まあ、その共犯関係が面倒くさいんで、その処理は後で考えますというふうに宣言しておきました。ちょっとじゃあコメントが来たんで、コメント検討しますね。横領は手術と目的要件の落とし穴が、ちょっとなんか、今の自分で言ってても怪しいなと思ったんですよね。横領の定義っていうのが、不法領得の意思だけじゃないんですか？不法領得だけともうなんか思ってるんですけど、それじゃダメなんですかね。で、不法領得ならば別に、自分で取ろうが、その自分の借金返済先に送金しようが、別の人に利益を与えようが横領だと。それだけじゃ弱いんですか？その人の利益になるとかいうふうなものも入れた方がいいんですかね。単に全然無関係なところに送金しても横領じゃないと。まあ、何らか、ね、その債務返済とかなら自分の利益になるからいいけどとか、なんか利益が帰属するとか、そんなのもいるんですかね。ちょっとそのあたりがね、利益が帰属するかとか言われたら、今回の件だと、オツが120万引き出した分には、こうには利益は帰属しないんで、横領じゃないかもとかいう話にもなってくるような気がするんで、ちょっと迷うんですよね。そうなんです。そのあたりが迷ってるとこなんで、迷ってるところをしっかり突っ込んでいただいたので、ありがとうございます。そうなんです。そこが迷ってるとこなんですけど、まあ、一旦押し切ります。とにかく不法領得のみだと。で、別に自分だろうが、第三者だろうが、と、その持ち主以外の人のところに送金とかしたりしたら、もう横領だと。若い、ほとんどが若い感覚されるから微妙なんですか？そのあたりのね、なんか実務的な部分とか全くわからないんで、言われたら、へえとか思います。ちょっとね、なんか怪しいなと思いながらも、まあ、もうね、答案として一旦押し切ります。まあ、怪しいのは怪しいです。いいですね。コメントありがとうございます。よし。そんなら、まあ、一旦そこは、まあ、言っちゃうとして、まあ、こうについては、そんならこれで、OK にしとこうと。OK というか、まあ、成立すると、一旦共犯は置いといて、まあ、こうに関しては成立すると言っといて、次、オッズの話ですね。はい、行ってみます。ありがとうございます。
とりあえず言ってみます。で、オツに関して業務上っていうのが若干怪しいんですけども、まあ、オツも同じその A のところに雇われて働いてて、普段は営業担当だけども、こんな風に経理の人が休んだら、代わりに振り込んできてってことは十分起こりうる業務の範囲内ってことで、今までもあったかもしれへんし、なかったかもしれへんけども、まあ、これも業務で言っていいだろうと、業務上だろうと。で、実際に上司からね、言われてやってるんだから、これは業務上だっていうこともそれで言っといて、それで、で上司の方からきちんと渡されて暗証番号も知らされたんで、同様にその A の預金に対して占有を及ぼすようになったと、うん、それももう同じなんで、まあ同様にぐらいで処理して、で不法領得もこれもオツに関しては120万円分にはもちろん不法領得の意思ですし、その80万円分も口止め料か知らないですけど B のところにあの利益を帰属させようって言ったんで、こっちの方はあのオツの方は不法領得横領したっていうのは言いやすいと思うんで、200万円全部横領したと。そしたらオツにも業務上横領罪が成立すると、まあこうとりあえず考えちゃうわけなんですよね。でそう考えた後で共犯関係がどうなるんだろうっていうのが一番多分ここの問題のしんどいところで、手書き答案書きながらも、ああ、片面的共犯って話なんかなとか、ちょっとでも判例がどうなってたかとか記憶にないし、でもこれはどっちも正犯っぽいし、その、意思の共謀とかはないけれども、共犯としちゃいたいな、えいとこう、まあやっちゃったわけで、まあ考え直してもほぼその結論でいっちゃうんですが、まあそこまで、そうですね。そうですね、うん、とりあえずまあ言っちゃいます。で共犯関係をいくと、だからまあその考える筋道としては、こうもう正犯だろうと、もともとねそのオツが気づかなくてあのこうの意図通りに入れてくれたらあの間接正犯で行こうともちろん思ったんですけども、オツが途中で気づいたと、やっぱ途中で気づいたらこれ間接正犯じゃないだろうとこう思うわけですね。でオツも自らの意思でやってるんで、オツも正犯だと、でこうも正犯、オツも正犯って言ったらもう共同正犯にするしかないと、なんかそんな風にこう考えてしまって、ただその共謀したわけじゃないし医師の連絡があったわけじゃないんだけども、まああのでオツが勝手にこうの意思を忖度して、片面的に共犯にやっただけなんですが、まあそれでもいいだろうと、まあ真正面からそので後で調べてみたら判例は一応その片面的共犯は成立しないと、もちろん事案は違うんですけどもね、そういうあの、何やったっけ、テーブルの裏に拳銃をくっつけて、密輸しようとしてその送ろうとした人が拳銃あるんちゃうんとか気づいたけども、別にそのまま送ったっていう人が、共犯になるのかそれとも幇助になるのかで、片面的やっぱ共犯っていうのは、共同正犯っていうのは、やっぱりその共謀とかがないとダメだと、すんで一方的な片面的な共同正犯というのは認めないと、まあ、片面的な幇助は OK だってことで幇助になったっていう、そんな判例のやつですよね。だからあれを踏まえるなら、片面的共犯ってなかなか言いにくいんですけども、やっぱりそれと今回は事例がだいぶ違うように思うんですよ。その判例のやつだとテーブルにあるかなと思いながらも発送したっていうぐらいなんで、まあそれは幇助でいいかなと思うんですけど、これは明らかにオツが自分の意思で横領したとこう言いたいんで、まあもう片面的共犯を認めてあげて、その共謀はない、意思連絡はないけども共犯が成立すると、物理的な因果関係の寄与だけで言っちゃうと、まあそんな感じに押し切っちゃうのが多分書きやすいんかなと、まあ私にとっては一番それがスムーズな思考だったんで、なんで、それで、共謀とか意思連絡はないけれども、どっちも物理的に、その犯罪の実行に寄与していると、お互いがお互いの犯罪の実行をたやすくさせていると、その共同でその共同正犯っていうことの、趣旨っていうのがよく言われるやつが、その趣旨というかまずどういう実態かっていうのが、その一部しか実行してなくても全部の責任を負わされるってところに意義があるんですけども、その一部実行全部責任の、根拠はって言われると、その共同することによって犯罪が実行しやすくなるからっていうのが大体教科書的にいられるやつですよね。なんでその理屈からすればお互い犯罪の実行をたやすく容易にさせてるんで、共謀がなかって物理的な寄与だけであっても共同正犯行ってもいいと、まあそういうふうにもう行ききるのが理論的にはスムーズかなと、今回の件に関しては私の感覚ではと思ったところです。
他の可能性としては、もう無理やり間接正犯でいっちゃうか、でもそれはやっぱりオツが気づいてるんで苦しいかなと思いますし、あるいは甲が、強左でオツが正犯というふうに言っちゃってもいいかもやけども、強左っていうのもなんかなという気がするし、あるいは甲が正犯でオツが北条っていうのも、でも北条っていうにはこれなんかオツは自分の意思でその北条にとどまらんだろうとこう思ったわけなんで、多分その辺の4つぐらいの候補があるうちの1個で、行っちゃうということですね。まあそんなとこです。ここは非常に難しいところだと思いますね。多分答えがないというか、1個の答えではない、一定の幅に収まるというところだと思います。はい、ここをクリアすれば、今日は気が楽ですね。あとはその後半のところで何か、刑法に触れそうなものがあるかなとかないかなとか探すわけで、まず目につくのが、その甲が乙を、ガムテープで縛って閉じ込めたと。まあ、で同意があった時の話ですね。これはもうテーマ、このテーマは聞いたことあるんで、まあなんとかなるかなと思ったんですけども、いやでもなんとかなるかなと思いながらも結構難しいんですが、まず手書きで自分書いた時は暴行罪の検討もしたんですけども、でガムテープで縛るっていうのは、もし同意がなかったら暴行かなと。でも、ああいや、ここが整理して言わなかな、大変なんですね。その傷害罪とかで同意があったら、普通はその正当業務行為で違法性が阻却されるっていうことなんですよね。なんかマッサージしてあげて、なんかちょっとね、怪我したか知らんけど、そんなんはね、正当業務行為だと。まあ、下手な例やな、まあ何でもいいわ。ただ、その正当業務行為で違法性が阻却されるためには、その業務っていうのが、まあ普通のというか正当なことじゃないとダメだと。違法なこと、なんかヤクザの指詰めみたいなんやと、いくら同意があってもそれは傷害罪になるみたいなのを本で読んだことがあるので、今回って言ったらどっちかというと、そのヤクザの指詰めに近い、その不法な、行為に関する同意なんで、もしかしたらその暴行罪っていうのが成立するんかなとか一瞬思って、ちょっと嫌だなという気がしたんだけども、でもそれもさすがに変だなと思って、困りながらも、いやでもこれはもう暴行罪のどっちかというと、その違法性阻却じゃなくて、構成要件すら満たさないというふうに言った方がいいんかなと思って、構成要件すら満たさないと、暴行にすらなってないと、いうふうに無理やり押し切っちゃったんですけども、特に出題趣旨とか採点実感とかではあんまり触れられてなかったんで、特に暴行罪の成否は検討しない方が良かったんかなとか反省して、その何罪を取り上げるか取り上げるべきでないかっていうのがいつも迷うとこです。今回は言わなくてよかったみたいですね。出題者の意図としては特に書いてなかったです。で、もう一個の監禁の方はもちろん、これはね、言ってくれと言わんばかりの設定なんで、監禁の話は言うと、まあ、これもさっきみたいに同意があるから正当業務行為とか、うんぬんっていう、そっちの話に入り込んでもよかったんですけど、そっちの話に入り込むとなんか嫌な予感がすっごいするんで、それよりか構成要件なところで勝負しといて、その監禁罪っていうのは争いがあって、その、現実にその移動しようと思って移動できなかった時に監禁罪が成立するって考えるか、それか別に現実に思わんでも、なんか監禁されとったらそれ監禁罪やでっていうような、その対立があるっていうようなのは記憶しとったんで、いやここではもうその、この問題に関してはもちろんね、その現実に移動しようと思った時に移動できなかった初めて監禁罪が成立するって立場の方が明らか書きやすいんで、まあそれに乗ると、そんなら今回はオツは別に移動しようと思ってない、つまりオツの移動の自由が侵害されてない、その監禁罪が保護している法益っていうのは移動の自由だろうから、オツの移動の自由を別に侵害してないんで、これは監禁罪の構成要件をそもそも満たさないと、正当業務行為で違法性阻却じゃなくて構成要件を満たさないと、もうこっちで押し切っちゃうのが多分やりやすいんじゃないかなと思った次第です。そうですね、私の、この問題から離れてもなんとなく自分の中でもすっきりするのはそれですんで、まあそれで構成要件を満たさないと、まあサクッといっちゃうと。で次の3つ目が、自作自演みたいなもので強盗事件をでっち上げて警察呼んだってことで何か成立しないかなと、まあこうも執行妨害かなという話で。で私も自分で褒めるのもなんですけど、ようやく大体有名論点がある程度は、身に染みてきてて、公務執行妨害だの話やったら、一般の業務妨害との、住み分けみたいな話をせなあかんなっていうのもそこまで分かったんで、それもお約束の議論をして、公務執行妨害っていうふうに特別に定められてるんだから、その、一般の業務妨害はもう公務執行妨害、違う違う、公務に関しては一般の業務妨害が成立しないっていう見解もあれば、いやいや別に公務であっても成立するよとか、いや権力的業務に関しては
うんぬんで、非権力的業務ならうんぬんとかね、あの辺のいつもの話があるんで、まあそれもやっとくと、まあこれも私のね、自分が一番すっきりするのを、書いといたらよくって、やっぱり、そんで、その公務執行妨害、あ、違う違う、公務に関しては、一般の業務妨害が成立しないっていう人の論拠っていうのが、一つはその条文の、まあ、わざわざ特別に定められてるっていう話と、まあ、形式的な理屈と、もう一個が、公務に関しては、特に警察とかは想定すればいいんでしょうけども、実力でその妨害を排除できるから、別にその業務妨害罪で保護する必要はないと、まあ、そういう話があるんだけども、そしたらお約束のツッコミとして、でも実刑に対してはそんな、実力で、警察だろうが実力でその排除することができないと。まあやっぱり、まあそこでも対立あるんでしょうけどね、義兄であっても別にそれぐらい排除できるように組織設計されてるとか、まあソフト面で対応できるって言い切っちゃってもいいんですけども、まあここでは私は義兄に関しては実力で排除することもできないんだから、義兄業務妨害罪の保護から公務を除外する理由もなかろうと、いうふうに持っていって、だから今回の話では義兄なんで、義兄業務妨害罪というのは、まあ、公務、警察なんでね、公務ですけども、まあ、成立する可能性はあると。まずここまでが前半と、最後の3つ目の論点の前半として押さえといて、で、あとは具体的に成立するかどうか、まあ、ここも異論がいろいろありそうですけども、で、義兄業務妨害罪の構成要件が、義兄を用いて人の業務を妨害したものなんで、まあ、実際には強盗事件が発生してたのに、発生したと見せかけることでっていうのは、まあ、これは義兄でしょうね。で、警察を、機関を出動させたと。これも事実に書いてある通りですね。で、業務を妨害したかどうかっていうのが、多分ここが判断の分かれ目で、私もめっちゃ微妙やなと思いながらも、まあもう、えいと成立すると直感的に行き切ったんですけども、まあ成立するっていうためにやっぱ根拠言わなあかんわけで、業務が妨害したっていうためには、やっぱり警察官の人員には限りがあって、一つの現場に来たら他の現場に行けないとか、まあ本来するなんか書類業務とかね、なんか他の業務とかできないとか。なんで、やっぱりまあ妨害してると言えるだろうと。まあ、ここで別にね、その警察っていうのはそもそもそういう、不確定情報に対応するのは織り込み済みだから、別に妨害されてないとか言っちゃってもいいんでしょうけどね。まあ、ここはもうその人の判断次第な気がすごいします。そういうふうに妨害、業務の妨害があったっていうふうに雰囲気を見せかけるように書くか、まあなかったっていうふうに、行くかね、どっちも良さそうで。一回だけなんでね、その何百回も、それでなんで成立すると思ったかって言ったら、その、救急車とか消防とか何百回も読んだら、義兄業務妨害で逮捕されたとか、新聞記事とかね、読んだことがあるんで、あ、そうかと、それを念頭において、今回も成立するでいったんですけど、今回は1回だけですしね、微妙かなと。そんなんで、1回たまたまちょっと呼び出されただけで、別に業務妨害になってへんのちゃうんっていうのも十分成り立つんですけども、まあ、ここでは、まあ、それでも妨害されたと言っちゃおうということで言っちゃいましたと。で、これは共同正犯ですねと。今回は別に問題なく共同正犯に、なると思います。と、書いたのは、検討したのはこれぐらいなんですが、まあ、他に検討すべきものとしては、その犯人蔵匿とか証拠隠滅とかも、おそらく、検討してもよかったのかもしれないですけども、まあ、今のこの流れだと、前半の横領について甲乙、が共同正犯って言ったんで、犯人蔵匿も証拠隠滅も、もう自分のものだというふうになるっていうことで、それで、成立しないと。まあ、書くとすればそっちで行こうかなというふうには、思ってるとこですね。そうですね。そうですね。自分が逃げるのは別に処罰されないし、証拠隠滅の方も他人のっていうふうに条文についとるから、自分のものに関しては、構成要件は満たさないと。まあ、書くならそんなところかなというところで、どうにか自分なりの整合性はつけて、最低限の、多分でも試験として今の方を全部整合性持ってかければ、一応の水準にはいっとるんじゃないかなという、いろんなこと考え出すと整合性がつかなくなる恐れがいろいろあったんで、自分の中での整合性は、ね、マイロードで行ってみたらこんな感じでしたということなんですが、ここまでで一通り聞き切ったんで、やっぱそれお前おかしいぜっていうのがあったら突っ込んでいただけたらと思うんですが、いかがでしょうかね。大体、自分の思いはぶつけました。自分なりにはこれで、まあこんなもんやろうと、思っとるところなんですが、ややこしすぎるんですよね。他の人の、答案とか読んでても、もっとややこしく書いてたんで、多分一番簡単っていうか分かりやすいのはこれかなと。
自分の理解力がないために分かりやすいものでないと消化できないんで、その分かりやすいので言ったんですが、まあ、別にね、判例と食い違ったらダメだって話でもないし、その判例と食い違うかどうかもね、事案が違うんで別に分からないんで、その片面的共犯をもう認めてる。まあ、ただもっとはっきりと片面的共犯を認めた方が良かったかもですね。その採点実感でも書いてあったんですけど、片面的共犯を認めるならはっきり認めろ的な。はっきり認めてそう論述するならわかるけど、もうそう論述、はっきり認めるとか書かずになんとなく書いてると良くないみたいなのもあったんで、もうちょっとはっきり認めれて言っちゃってもよかったかなとは反省したところですね。あとなんか反省したかな。まあ、とりあえず反省はその辺ですね。そうですね。そんなところで、一応、自分なりの整合性はつけたところですが、ここ矛盾しとるとか、整合性はついてるけど、それはさすがに、まずいでとかがあったら、よろしくお願いします。まあ、待ちながら、今回調べたこととか思い出したこととかをもう順不同で言うと、前半が結構ね、横領で勝負がつけれたら話は割と楽なんですけど、横領で勝負がつかなかった場合は、背任も検討しないといけないし、あるいはその占有云々とかの話が怪しくなったら窃盗なのかとか、あと、電磁的になんたらかんたらとか、なんたらかんたらじゃいかんけど、何個かあるんでややこしいんですけど、そういうのの成否とか検討しだすと、もうなんか、迷いの森にさまよい込んでしまってしまうので、もう今回はすっ飛ばした次第ですね。そうですね。ここで横領っていうのでいければいいんですけど、いけなかったらなんかその辺の検討もしないといけないのが大変だなっていう話と、あとまあ他の人の答案で、ああ、なるほど、そういえばそんなことも聞いたことあると思ったのが、その銀行とか ATM のコーナーに立ち入るのが住居侵入だと。なぜなら、その住居侵入の保護法益というのが、その管理経営者に似せないような侵入を防ぐことだったら、その管理経営者、つまり銀行さんは、そんなね、不正に引き出そうとしてる人を立ち入れたいと思わないはずだから、住居侵入だとか、そんな話もしだすと、おっと大変やなと、こう書くことが多すぎるというふうになるんで。まあ、でも今回出題趣旨とかね、採点実感を見てもそこまで触れるとは限らないんで、多分だからそういう考え出すと、特に知識とかがあってできる人ほど苦しくなったのかもしれないかなと。もうここはもう思い切っちゃって、その200万円の話と、その換金の話と、もう業務妨害のこの3つだけ言っといたらいいんちゃうかなというふうに、逆に、私は無知ゆえに、結果往来的に割と善戦できたんでないかなと思ってる次第です。そんなところかな。大体これで、自分の言いたいことは言って、今回はこの年は割と、まあ問題の難しさの割には善戦できたんちゃうかなと。勉強した甲斐はあるなと。その横領か背任かってテーマも出せたし、公務執行妨害と業務妨害、一般の業務妨害の話も持ちネタにできてきたんで、少しずつ持ちネタが増えてきたんで、共犯のところでもうね、最近だいぶ持ちネタにできつつあるんで、この調子でいけば、なんとかなるかなと。刑法についてはまだちょっと希望の光が見えてきたかと思ってるんですが、全然お前、鼻から勘違いしてるぜとか言ったら、どうぞ突っ込んでください。まあね、横領の定義とかね、ちょっと自信はないんですけどね。まあまあ、そこあたりは、まあ自信がないというところに留めておきます。じゃあ一旦ね、こんなところにしておきましょうということで、終わりに向けて次回告知に、向かいますが、もうしばらくはね、少なくとも今年度末ぐらいまではやろうと思ってて、4月以降どうしようかっていうのはね、自分となかなか仕事がどうなるかっていうのも、予定も見えにくいんで、分かりにくいんですが、とりあえず次回は平成21年、刑事系第2問、刑事訴訟法ですね。あ、間違えた。打っちゃった。刑事系第2問、刑事訴訟法の予定ですと。刑事訴訟法はやっぱりだいぶ苦手意識があるので、伝聞に関してはだいぶ分かってきたけど、さすがに2年連続伝聞やったから、その前の21年伝聞じゃないやろうなと思ってて、そうですね。何が来るのか、まだ全然見てないので、お楽しみというところです。じゃあね、そんなところで一通りやりましたんで、終わりにいたしましょうか。本日もね、温かいコメント、あるいは見守っていただきましてありがとうございます。それでは、これで終わります。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。